は居酒屋なら急なね。Are you listening? この番組は翔平とたけしがほろ酔いトークで喋る番組だ。今日はヒップホップのメンバーと共にアップアップのトークを送るぞ。イェーイ、oh, yeah. というわけで、yeah, yeah, yeah. 大島さん、はい、今日は、うん、ヒップホップでディスラナイトということで、チェケラーということで、チェケラー。じゃあ今日のゲスト紹介したいと思います。ヨー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 、oh. まずは私アズミックスと、oh.タケ MC。タケ MC。タケ MC、まずは何かあるか。ヨーヨー、まだ調整ができてないぞ。タケ MC、後で発表するから待っとけよ。お前の調整もできてないけど、俺の調整もできてない。まだ恥ずかしさが残ってる。確かに、それはあるある大事点。そして、その隣、ユーズリアス。イェイイェイ、ユーズリアス。お前たちメイン MC の2人準備しすぎだろこれ。俺は昨日聞かされたとこだぜ。でもお前の方が調整できてるぜ。俺たちの上を行ってるぜ。行ってない。そしてその横、うん、ガリガリのくせに DJ マッチョ。おーイエーイ、 DJ マッチョです。カズマッチョ、よろしく。今夜はもういいナイトにしましょう。お前ただの外人みたい。外人じゃないかお前は。じゃあ早速、おタケ MC から、おうおうおう、今日のテーマは何だい。今日のテーマはおヒップホップでディスらないとってさっき言ったけど、ディスらないとね、また何かあるのか。テーマは食べ物と聞いておったが、おう、食べ物でディスらないとか。おう、そうそう、イエイ。じゃあ食べ物といえば、ユーズリアスの、おう、ユーズ、ユーバ、東山店オープンから、ありがとうございます。おめでとう。やってみるか。それをディスるんすか。ディスるんやろ、そら。そっから行くの。そう。マジで。まず自信満々の、DJ マッチョから行くかい。マッチョ、ワギュー、オッケーオッケーオッケー。じゃあ DJ マッチョ、オッケー、 Are you ready? Listen to me. Are you listening? Oh yeah. Oh come on, yeah. Listen to me. 俺はカニ味噌アレルギーファカ。俺はカニ味噌アレルギーファカ。アルバン、上海ガニ、フィーチャー、チンタオビー、イッ、アンドリン。カニ味噌内の寄生虫。ビールとアバンチュー。活性化、活性化。俺はカニ味噌アレルギー。ファカ、俺はカニ味噌アレルギー。お前はカニ味噌ドキャンイー。やよー、イエ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 イ、 DJ マッチョ、カニ味噌アレルギー、カニ味噌アレルギーか。いやー、ラップに乗せるとこれほど爆発力な面白さがあるとはね。面白いぜ。さすが自信満々の、うん、DJ マッチョだ。めっちゃ考えたよ。昨日考えたのかい。ねえ、もうカニ味噌、カニ味噌、僕最近なんですよ、あかんって知ったん、うん、え、そうなん。そうなんですよ。それまで食べたんですよ。それまでずっと食べてたんですよ。もう、ま、食べるためにね、毎晩もうこうジンマシン出るんだ。これカニ味噌アレルギーやった。ほんでそんでふとこう食べ物ディスったらディスれって言われたんで、あ、わかんない、もうこれ。カニじゃなくてカニ味噌。カニ味噌なんですよ。だからでももうカニ味噌怖いからもうカニも食われへんっす。なんかカニ味噌アレルギー。寄生虫じゃないみたいなフレーズが寄生虫みたいな。いや、寄生虫とアバンチュールなんですよ。なんで寄生虫とチンタオビールは、うん、あの最悪 の、 あの組み合わせらしいんですよ。その、うん、中の寄生虫を活性化させるらしいんですよ、うん、紹興酒と飲んで寄生虫を殺すらしいんですけど、うん、はあ、でも僕だけ、みんな一緒のメニュー食ってるのに僕だけジマシン出たんです。うん、それアレルギーやからじゃない。アレルギーやからです。ほうほうほう。チンタオビールと紹興酒関係ないんちゃうの。いや、でもそれもなんかちょっとあのフューチャリングしてるらしいですね。へー、
フューチャー。もういいかいお前の話は。いつでも聞いてくれ。じゃあ、ユーズリアス、準備はいいかい？いえいえ。オーイェーイ。オーイェーイ。じゃあ行くぜ、ユーズリアス。カモン！ Are you listening? Yeah.まずは俺の自己紹介、ユーズ。京都三山からやってきたけれど、今日はラジオでユーズの宣伝言われて聞いてみた。ラジオなんでこれ何ヒップホップ何それ、今聞いた、クソクソやられたぜ。なんでこのために三山から夜1時半起きで仕事して、なんでこんなとこにやってきたかというと、ユーズの CM に来ました。ちょっと待って、いや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 、今からなんですけどね、今からいいですいいですいいです、ええー、のあれでよかったです、2回に分けてる、いやよかったです。でも朝早くから起きてますっていうことはちょっとよく伝わって、うん、1時半に起きたっていうのはね、伝わった。音源くれへんかった話をしたから完全にディスってますよ、ね、なかなかこのリズムに乗せるっちゃ難しいことやからね。そうやね。でも完全にディスってましたよね、今ディスられてましたね。ディスってましたよ。ディスってた。これディス返しした方がいいんじゃないですか。誰が？え、いや、そう、あのお二人。タケちゃん。はい。タケちゃんディスら。早くも。タケ MC。ディスり返し。ディスり返し。ディス返し。ディス返し。いいですよ。ディス返してくださいよ。うん。さすが。うん。さあカモン。行くぜ。オッケー。カモン。オッケー、はい、来ました。タケ MC、 よく聞いとけお前ら、今から俺がユーズをディスり返してあげるから。お前が好きなのは唐揚げ、そして俺はお手上げ、もうどうにもできない。でもお前のこと大好き、俺好きなのポッキー、芸能人で言えばベッキー、でもお前のことと出会えたのラッキー。いやー、なえで、めちゃめちゃ準備してるやん。ディスり返してへんやんか。準備しすぎやん。こういうもんですよ。ディスり返してへんやん。はい。え、ほんで、ほんでって、これは急に来たからね。え、今のは何なん？でも準備してた感、準備してた感があったんやけど、全然今のは違いますよ、作ってきたのと。ベッキー出てきましたよ、でも、はい、なあ、準備なし、準備なし、準備なし、準備体操みたいなもんの、フリースタイルです。ああ、さすがやな。ずっとやっぱ聞いてるからね。そうですよ、僕10年聞いてますから。ほら10年聞いてんじゃん、ジャパニーズヒップホッパーですか。ヒップホッパー、ジャパニーズヒップホッパー、そういうことですよ。いつでもね。じゃあちょっと次いきましょうか。タケ MC、 タケ MC 本場の、はあ、本場のヒップホップ見せてくれ、見てあげよう。食べ物の食べ物の、うん、ディスるからね、食べ物について。じゃあ行くぜ。 OK、 続いてタケ MC、 カモン。 Are you listening? よっしゃ、タケ MC がお送りする耳カッポジってよく聞きときな。ラミさあ行くぞ。ああ、うん、俺はあの時空腹、とてもご立腹、そして店に向かってスーパーで買ったサーモン、みんな好きなのポケモン、俺はサーモン食うもん。でも帰って寝て起きたら腰が激痛、激痛で立てない、俺は腰からワンツー、苦しくて食べたのはバナナを食ったら復活？いや、でもバナナ食って1時間しか持たない。1週間俺バナナ食い続けて、1週間で35房。いや、でも病院行って調べてもらった、検査した、バッチリ言って先生に聞いた。あなたは健康有料児です。違うぜ、俺はバナナ食ったら痛くなくなるけど、でも腰が激痛走ってんだよ。でも結局支払った金、俺3万円払ったんだ。病院で払った金、結局3万円だよ。よ、どうだい、
何そんな名勝負勝してるんですか。すごい。ちょうど1分半。うん、そうでしょ。すごいな。何や、どうなってんの。90秒ディスったんですね。ディスりましたよ。すごいですね。めちゃくちゃディスったよ。なんでうまくできてるよ。どこうまくできてたね。ね。それはほんまの話ですからね。サーモン。サーモン食べて、うん、サーモン食べたら腰痛なったんですか。腰が痛い痛なって、体の中が。ほんで、3日耐え続けて、バナナ食べたら治るね。で、1時間経ったらまた痛くなって、バナナ食べたら、うん、治んねん。で1週間経って病院行ったら異常ありません言われて、で3万払ったんや。3万1回3万かいな。ちゃうよ、もう3回ぐらい行ってめっちゃ検査したもん。何にもない言うて先生も信じてくれへんねん。バナナバナナ食ったら治るって。そう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 、そういう話なんです。じゃあそれに対して DJ マッチョ、 DJ マッチョディスり返してくれ。いやいや、バナナにディスるんすか。腹痛とバナナと医者の3万円。ちょっと待ってよ。何でもいいぜ。ああ、うん、バナナと3万円ね。僕、もう一個ちょっと全然関係ないんですけど、考えてきたなって、うん。あ、じゃあそれ先聞きたいぜ、それ。聞きてーぜ。ある、僕団体に入っとって、おで、そこのやつなんですけど。いつでも来てください。OK, come on. Come on, you check it out. Listen to me. Oh, yeah. Yeah, yo. Oh, yeah.Mm. Yo, yo. Yeah. 俺は既成霊に加盟中、yeah. 漢字をかれこれセブンイヤーで寄生虫、yeah. 上り詰めるまで What's up、いつまで経っても平漢字変な漢字嫌な漢字、漢字買いにドロップキック、yeah. そんな感じ。漢字っていうのは何だい。漢字は偉いさんじゃねえのかい。まあ、中間管理職ですね。平、うん、は中間管理職のちょっと下かな、うん、はい、漢字に対してドロップキック、うん、ドロップ、漢字界にてやろう、漢字界に、漢字界、漢字界、漢字界に対してドロップキック、そうそうそう、かましたっていう話、ね、かましてないです、かましたいっていう、かましたいつもの、そうそうそう、うん、また寄生虫で出ましたって、何でもつけたら一文ちゃう。寄生虫関係なかったやん。寄生虫、寄生蓮と寄生虫が被ったな。寄生蓮、あ、いやいやいや、なんかちょっと被ってたな。そう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 、そういう、そういうのちょっとやりたかったんです。そういうのやりたかったんです。寄生蓮、寄生虫、そういうの憧れてたんですよ。ああ、そういうことか。そ、ね、そうなんです。そういう最中みたいな、ね、そういう最中、あ、いいですね、うん、アバンチューみたいな、アバンチューすごいね。いやいやいや、じゃあそれに対してDJ アズミックス、アズミックス、お、アズミックスを聞くかい。ディスるかい。ディスれねえぜ。強制連からディスったらどうだい。あ、いいっすね。強制連をディスってください。さあ行くぜみんな。行くぜ。イエイ。 Are you listening? Oh yeah. Yo, yo. On, タケミ、タケ MC とアズミックスは、yeah. 強制連だ。お前、寄生蓮に一言言っとく。漢字とか、なんとか、いろいろあるけど、強制蓮。一つも理事会の話も入ってこねえし、俺たちの意見も伝わらねえ。そういう会が、強制蓮だぜ、MC だけ。お前もなんか言ってやれ。おう、俺が言いたいこそは、強制蓮。外は外で改正連 See you! See you! さよなら